では野中さん、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。野中さんは、もう整形をもうさらけ出して、はい、それを当たり前にした先駆者じゃないですか、はい、ちょっと女性スタッフから来たんですけど、顔以外の整形のお話聞いてみたいみたいな、聞いて、あ、そういえば社長の会社の女性スタッフ、そうですそうです、聞いてみたいですみたいなこと言ってて、あ、そういえばそういう話あんましたことないなと思って、いつも顔、鼻がちょっと赤いですよとか言われてたけど、顔以外ってなんか結構やられてます？あ、まあ脂肪吸引とかやれるとこって限られてるじゃないか。本当脂肪吸引か包茎ぐらいしかないと思うんですよ、はい。ただなんか包茎が好きな男って私お金持ってない人のイメージが大きいんですよ。ん？なんだそれは。お金持ってないやつほど、はいはい、巨乳が好きで、持ってる人は貧乳が好きみたいな。本当ですか？なんかその最後に選ばれるのがね、はい、遊ぶだけだったら別に多分もしかしたら巨乳の方が。作られた巨乳ってことですか？まあ、作られても作られてなくても巨乳っていうのが、あ、はいはい、だからキャバクラやってるといろんなお客様がいるから、はい、あの取っていきやすいと思うんですよ。のどかさんは何カップですか？ちなみに B、はい、で入れたことはない？ない。入れようと思ったことあるよ。 あるんですか、はい、うん、似合わないって言われるし、はい、当時キャストやってた時は顔ばっかじゃなくて胸入れないよって言われるけど、それってなんかちょっとなんか考え方が少し、女は胸だとかおっぱいだとか思ってる時点で、はい、なんかちょっと違うかなみたいな、はい、だからやっぱり貧乳だっていじられることあるんですけど、はい、うん、お金持ちは貧乳好きだからいいんだよって、はい、うん、じゃあザホリ相手にしねえからとかっていう時期もありましたけどね、キャバクラ嬢の時は、はい、今となっては胸は何入れなくてよかったなって思ってますか？いや入れたいけどね。え、入れたいけどね。でもここまでこのキャラがさ、はい、貫いてきちゃったから、はい、もうまさらかなっていう。え、入れたい理由は何ですか？幅広い層にモテたい。だから昔はその、はい、こうお金持ちの人に好かれてればいいやと思ってたんだけど、はい、俺今だと例えば彼氏いらないいらないとは言いつつ、まあ、モテはしたいじゃん、はい、うん、嫌われてるってやりたくないし、はい、あの子いいなとか、はい、かわいいなとももちろん言われたいし、うん、って考えると、うん、おっぱいあった方がいいのかなって思ったりするんですけど、ね、思ったけどね、そのおっぱい大きい方があって、ただそれこそあの YouTube の動画だったりとか、はい、TikTok の動画とかこう撮ってたりとかすると、はい、やっぱりちょっとやっぱね、あった方が映えるなとか。ああ、映えって意味ではそうかもしれないですね、はい、ちょっとそのいいね数多いなとか、はい、うん、まあ、インスタもそうだし YouTube も TikTok もそうだし、やっぱり少しね、おっぱい大きい方が、はい、いいねをこう押したくなる、うん、ってなると、別にキャバクラでは必要ないかもしれないけど、うん、SNS ではちょっと必要なのかなって思って。それは思いますね。だってののかさん、ちょっと胸が開いた服で撮影した動画出すと、うん、男性ファンのコメントが増えますもんやっぱり服買いましたよ。なんか今日はあの、はい、ちょっとそういう気分じゃなかったんで、はい、結構隠しちゃってますけど、はい、うん、あ、ちょっと露出する、あ、そうそうそう、胸、谷間が出るような、それも本当に YouTube の撮影用です。お、楽しみですね、うん、じゃあ今度、はい、交互期待ですね、はい、でヌーブラでもつけてくかと思って最近ビラ切りっていうのが流行ってるって聞いたんですけど。流行ってる。うちもしようかなと思ってるけど、やる相手もいねえしなっていうところで、はい、まあ、ついてるのと、はい、あれはやったよ、その、まあ、整形っていうのかな、プチ整形っていうのかな、はい、あのシスハイフはやった。何ですかそれ？ハイフってわかる？なんか顔だとシワを上げるとか、うん、なんかチーズハイフするとこう、はい、モコモコってなる、中が肉厚になるんですか？なんか腫れるのかな少し。それでなんか締まりが良くなるっていうのはやったことある。あと脂肪吸引でしょ。脂肪吸引は体だと二の腕しかやったことない。 あと腰か。腰。脂肪吸引ってでもすごいなんか桃の種みたいな跡ができるんですよね。ガリ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 。すごいすごいすごい。痛いんですか？やっぱ痛いどころじゃないよ。え、あざが痛いっていうよりは拘縮してるのがめちゃくちゃ痛い。拘縮、拘縮、なんか固まるんだよね。取るじゃん、ここ家、はいはい、ってここがない、ないわけよ、脂肪が、はいはいはい、で、なんかこれをこう、はい、ない脂肪のとこをこうギュって多分詰めるのに、はい、拘縮ってめちゃくちゃ硬くなるんですよ、はい、脂肪を取った、そのここなくなった場所が、はい、で、それでここの端の方から肉持ってくるんだけど、はい、その時期が痛い。だから3ヶ月ぐらい痛い。
変な痛みする、うちが苦手な痛み。だからうちはもうちょっとしないかな。え、お腹とかもやる人とかもやっぱその痛みがある？いや、あると思いますよ。うちやったことないけど。でもどうなんですか、脂肪吸引をやるとやっぱすぐ戻り早いんですか？脂肪吸引してなんか痩せたっていう人はあんまり、脂肪吸引してるからいいやで結構食っちゃう。ああ。から痩せてる人はあんま見たことないかもしれない。ああ、一時って感じですかね、うん、じゃあ乳首やってますよね。やってる、はい、よく覚えてたね、はい、遊びすぎて伸びちゃったとかみたいな。あ、そう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 、左が好きなのよ。左が好きで、はい、左右非対称だったの。あ、左だけ伸びちゃった。あ、左だけ大きかった。人間ってそうなっていくんですかね、こうさ、なんかこういじったりとかしてると。いや、それはそうよ。あ、それでなんか対称にするように戻した。まあ対称っていうか、まあ右もね、もちろんそのね、はい、あの左だけじゃないですから、舐められるのは、はい、で右も舐められるじゃないですか、はい、でこうちょっと皮膚がなんかこう薄いんで、はい、伸びやすいから、まあ右もいっぺんにやるか、であとはまあ対称にしてほしい。本当に左だけが、はい、こう右も大きくなってたけど、左はもうお辞儀してた。乳首がですか？乳首が伸びて伸びて、乳首が伸びて、これちょっと困りもんですよね。そう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 、嫌じゃない。その整形ってな、切るんですか？じゃあ切る。痛そう。いやでもそんなに痛くない、なんか変な感じするって感じ。普通顔とかだったらお風呂入ってるよ、ここタオルやって濡れないようにってあるけど、はい、乳首の場合大変よ。だってそこを避けて洗うっていうのが難しいから。シャワーとかも垂れちゃいますもんね。あ、そう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 、はい、どれぐらいで通常運転になるんですか？ずっとね、はい、あのあれつけてなきゃいけない包帯、はい、うん、しかもその包帯もさ、こういうこうやってぐるぐる巻くんじゃなくてさ、うん、なんかこう形取ってさ、ピタッとこうやって形取ってこのやつにこうピッチッチ、はい、またその上に包帯やって、はい、ここでテーピングするんだけど、はい、キリキリッとしたズーンとした痛みがここにあるっていうのが結構そのね、顔は慣れてるけどここは慣れてないかな、はい、ここはこう両方ね、はい、ちょっとそれが違和感だったかなって。3ヶ月ぐらいは痛い。1ヶ月半とかかな。で、普通になるんですか？普通になるけど、やっぱ3ヶ月ぐらいはあんま舐めさせないよ、うん、痛いもん、やっぱり。やっぱそうですよね。だ、通常だったら平気なんだ、引っ張られたりするとやっぱ痛いから。あ、吸うじゃん、だってかなり強く吸わなきゃ伸びなくないですか、そんなえ、じゃあ伸びやすいの？あ、そうなんですか、うん、外国人の方ってやっぱお尻大きくしたりしてますよね。ああ、なんかすごい不自然な感じで。なんか深田恵美さんとかがお尻大きくしてて話題になってましたもん。まあ別に自己満なんだからほっといてやりゃいいじゃんって話なんですよ。まあまあまあ、お尻大きくしようとかないですね。あ、うん、今もういいんですよ、これで。スマートな、あ、もう今は結構もうご納得な最終形態に。あ、いや、まあ包協するかちょっとさておきね、はい、さておき。顔の方はどうなんですか最近？顔以外って言ってましたけど、顔の方はどうなんですか？ちょっと最後顔目あるよ。何をどうやるんですか？二重幅の線がぐちゃぐちゃだから、それをきれいにする手術と涙袋を作る手術。涙袋これ化粧で作ってるんで、普通にナチュラルに作る手術と。まぶたはなんか全然ぐちゃぐちゃじゃないですか？いや別にぐちゃぐちゃなの、これはごまかしてる。あ、ちょっと色塗って、コンシーラー塗ってる。これそれをきれいにするんですか？あと鼻もちょっとなんかここなんかなんてつるんってしてね、ちょっとね軟骨が出てきそうなんで、これもそのうちやんなきゃなって。今のところはそんな感じ、はい、それぐらいしか予定はないの今。あ、でも体でやった方がいいっておすすめありますよ、体で。いやでもやっぱ包協はね。あ、うん、でもだって触った感じで分かりますよね。分かるけど、はい、あ、見た目か、うん、だってお金持ってる人口よりお金持ってない人口の方が多いんだもん。だいっぱいね、いろんな人からってなるとさ、やっぱりさ、あ、分母が大きい方を、ね、大きい方ね、狙うと大きくした方がということで、うん、利口に見えるとかグワは言ったけど似合わないから、うん、まあ、まあみんなに言われましたし、ね、うん、かそれでいいんじゃない、うんうんうん、恋愛対象でみんな見てくれてないのかしら、寂しいわ今日は体以外の整形のお話なので、はい、ちょっとねそういうの考えてる方に最後メッセージをお願いします、はい、今回の桜井ののかなぎさりいかがだったでしょうか。まあ、整形ね、顔のイメージがすごい大きいんですけど、はい、まあ、確かにあの体の整形ってありますからね。ただ本当にもう、まあ、顔に限らず今回は体の話させてもらったんですけど、まあ、体も顔をね、あの整形やりすぎよくないんでね、まあ、いいところであの自分でここだって決めたところ
で、あのもうあれもこれもじゃなくて、もうここだって決めてそれで一回終わらす方がね、結構あの万人受け良かったりするんで、あのよくよくあの嫉妬医の先生とね相談して、で変なとこ行くとすぐあのいろんなもの追加されるんで、あのちゃんとあのこれは似合わないんじゃないとか、これ必要ないんじゃないとか、なんかそういう風に言ってくれる先生をあの見つけてあの手術するといいと思います。今回のこの動画がいいなと思った方、ぜひともチャンネル登録、そして高評価、コメントの方よろしくお願いいたします。インスタグラム、X、TikTok の方もやっておりますので、そちらの方にもぜひ遊びに来てください。桜井ののかでした。じゃあねー。